今回の、決定、我々、2008年北京オリンピックを最後に野球ソフトが、正式競技から外れましたけども、深く強く待ち望んでた結果です。ただ、まず第一段階の関門を突破しただけ、皆さんよくご存知の通りだと思いますけども、我々はこれからその提案が最終的に、オリンピック2020年の東京オリンピックに野球ソフトが実現するように、例えば、東京オリンピック組織委員会、それから日本オリンピック委員会、また、国内の機運をさらに高める必要もありますので、関係方面に、強く働きかけていきたいと思っています。本当に今はスタートラインに立ったということで、まだソフトボール野球が完全に、復活ということではないので、スタートラインにまず立てたことに、嬉しく思ってますけれども、これからが本当の勝負だと思ってます。嬉しいというよりも、ただ私たちが本当に野球ソフトがまだ復帰されたわけではないので、これからが本当の勝負だと思って、今まで以上の努力をしながら、チーム強化をしながら取り組んでいきたいと思っています。